存在しないらしいな。各種スキルが反復使用で上昇するだけで、戦闘はプレイヤーの運動能力に依存する。そうだな、そうだった。戦争を起こそうというのに今さら隠す必要などなかったな。先の三つどもえの戦争で四大魔王と共に神も死んだのさ。俺は何もでき、あんな上空に構えられたのでは攻撃する手段がない。謎の飛行物体は現在沈黙している。今のうちにメタルナイトを呼ぶのがいいだ。示します。決して生かしておけ。死ね、ただただ死ね。この者らにお前を決して許しておかん。殺官シスベシ。ああ来たか。よろしく、監督の竹内です。は、君がマネージャーじゃなかったのか。いたまんまだよ。今日の試合、うちは軽い調整のつもりだが、出ない部員に見学させるには学ぶものがなさすぎてね。俺は水蓮堂の美縁王、陸道仙人より孫の宝号を与えられし、聖炎の王孫悟空、聖天大聖だ。うっけー。頭のは昨日鉄骨が落ちてきて、とかのはさっきオートバイと正面衝突した。でバイクの人が重傷だったから今病院までおぶっていった。ヨーユー、俺のダーレスブラッドを呼んでやっから、ワクワクしようぜ。ねヨーヨーヨー、ヘイマン。確かに夏とグレーの男気は認めるが、最強と言われると黙っておけねえな。フェアリーテールにはまだまだ強者が大勢いるんだ。俺と何をぶつくさ言いながら入ってきてるんだ。あら来た。休校知らずに教室でも行ったか。勝つ気か。面白い。妖難大の力を見せてやろう。今日レベル E が街に迷い込んだ。どうせナイトクラスの奴らがやったのは分かってるんだ。奴らは義務と称して狩りを楽しんでいるだけだ。ヴァンパイアを狩るのは俺たちヴァンパイアハンターだ。我が誇りを回復する機会もないまま終戦になっては困るのでな。さあ、この前の続きだ。バット、おとなしくしねえと骨折っちゃうぜ。やつならあそこだ。ここに来て早々女たちに片っ端からプロポーズをしたんだが、とうとう最後の一人にも振られちまってな。なあ、久しぶりに会えたんだ。積もる話もあるべ、聞かせろ。また3人で仲良くやろうぜ。